督ね、今やっぱり師匠とか指導員というのはいるんですけども、はい、やはり今もそういう師匠、昔みたいに立て方で今横並びっていうか、やっぱりそういう上のあれがない、なくなってきたんですよね。だから仲間同士でいろんな相談の話もしたり、車の話もしたりしてですね、そしてやはり選手やっとなかなかね、強くなるのに邪魔するもんが出てきますよね、強くなるのに。ですね、柔らかい方へね、妥協しちゃうこともあるかもしれません。さて、一つ一つの勝負、これはファンが注目しているところであります。79期80期にとってはこれが、まあ、特に一発勝負であって最初で最後のチャンスということになるんでしょう。また光一さんの解説、磯一郎さんの実況で全日本新人王決定戦お楽しみください。伝統の競輪祭も今年から4日制に立って、今日は4日目最終であります。第9レースは全日本新人王決定戦であります。 2025m 周回5周で争います。まあ、一本勝負ということで選手自体も緊張感はまた違うでしょうね、尾形さんね。そうですね、その中でも2番の伊勢崎なんかはね、はい、僕得意なんですよというのはコメントしてましたね。さあ第9レース新人王です。1番が群馬の尾崎和人、2番千葉の伊勢崎昭弘、3番兵庫の中村道隆、4番佐賀の三月智清、5番岐阜の加藤新平、6番同じ岐阜の吉村和幸、7番広島の吉永義弘、8番が神奈川の安坂陽一、9番群馬の小林大輔、以上の9選手の対戦です。第9レース全日本新人王決定戦です。状態を起こした兵庫の中村でしたか。 S 級一般実績ではこの人がナンバーワン。まあ、話題の選手は揃いましたから、それぞれに力がありますから、そこに変わった選手がやはりこう勝者になりそうですね。そうですね、今の若い人緊張するということはね、まずないと思いますからね。まあ、展開で番手の選手は有利なんでしょうけどね。伊勢崎がゆっくりと前傾姿勢を取ってスタートしました。第9レース3番中村道隆が出ました。中村道隆は前を取ります。その中村を追って伊勢崎が2番手がありました。伊勢崎が2番手です。4番三月智清、それから1番の尾崎和人です。8番の安坂陽一、5番の加藤新平、7番の吉永、後方に6番の吉村、そして9番の小林大輔が最高であります。中村がほとんど迷わずに取りましたね、前をね。そうですね、やはり人気背負ってますからね、はい、僕はこれでいいと思うんですよね、はい、思いっきりがあるレースができるんじゃないかというか、もうはっきりしてますよね、抑えられたら引いてどんどん行くだけっていう、来るなら来いという感じでしょうかね、はい、あとはね、はい、ちょっとレースが冷静に見られたら、ちょっと遅めだったら突っ張るというね、はい、この2通りの作戦ですからね。中村先行です。2番手吉永、3番手4番の三月であります。そして2番の伊勢崎が4番手の位置、8番神奈川の安坂のマークです。群馬勢はその後ろ、1番の尾崎、9番の小林大輔です。加藤新平と6番の吉村、この岐阜勢が後方待機です。伊勢崎としても4番手ですから、この行為に甘んじなくて、やはり3番の中村を叩いていきたいですよね。そうですね、思いっきりいけるんじゃないですか、この位置でしたら。その伊勢崎が中段4番手です。まあ、後ろの加藤あたりの動きを待とうかなと思うと、はい、突っ張られますからね。そうですよね、中村のペースになります。兵庫の中村道隆、2番手は広島の吉永、3番手が佐賀の三月智清です。4番手に注目の伊勢崎、8番の安坂陽一、そして群馬勢がこの後ろであります。まあ、本来なら群馬勢も小林大輔がね、先行タイプですからね、はい、前で行きたいんでしょうけどね。ちょっとね、前回の落車がありますね。小崎が前でさばくっていう感じですね。伊藤のふるさとの落車、まあ、去年の佐世保でね、大活躍したこの小林大輔ですよね、はい、さあ直線コースに入りました。残り2周であります。3番中村がちょっとペースを落として、中段から逸崎行って、そして5番の加藤新平、岐阜勢を前に上がってきます。さあ逸崎は一旦抑えて、尾崎3番手、外から岐阜の2人、5番加藤が一気にスパートしました。一気に加藤スパート、6番の吉村完全に3番手切りました。
伊勢崎が大きく打つ3番手、中村後方8番手の岡田、中村絶対絶命か、4コーナー直線です。さああと400かった、先頭5番の加藤新平です。吉村2番手、差を詰める伊勢崎、伊勢崎がぐーんと差を詰めていきます。あとは8番の吉坂、第2コーナーから最終バック、2番手が6番の吉村出た、吉村出た、伊勢崎が差を詰めていく、伊勢崎がようやく差を詰めた。3コーナーのカーブ、3車身に詰まった、しかし先頭6番の吉村、さあインから尾崎、インから直線コース、6番の吉村先頭、内側から大崎が来た、インから大崎だ、内側から尾崎、4コーナーインをしゃくった1番の尾崎和人、加藤新平が思い切って仕掛けました。バックの200のバックライン手前から吉村が番手まくり、伊勢崎が差を詰めていったんですが、なかなか差が詰まりませんでした。インを救って尾崎和人、まだ走路の旗は上がっておりません。1番の尾崎、6番の吉村、そして2番の伊勢崎、この辺りの通過ですが、まだ走路心配の旗は上がっておりません。第9レース競輪新人王でありますけれども、第4コーナーから赤田です。お知らせします。ただいま第4コーナー審判員から赤旗の掲示がありましたので審議を行います。審議の結果並びに決定はしばらくお待ちください。お気の通り第4コーナーからこの競争は赤旗が上がっております。赤旗審議中です。ゴールの通過は1番の尾崎、6番の吉村、2番の伊勢崎、この辺りが通過したようなんですが、第4コーナーから赤旗があります。第4コーナーから赤旗が取ります。審議中です。対象選手はまだ発表されておりません。この後の決定までしばらくお待ちください。ただいまの審議の結果をお知らせします。1番選手は失格と判定します。1番選手はゴール前において外帯線内を走行する6番選手を内側から追い抜いたので失格と判定しました。決定、1着6番、2着2番、3着8番。引き続きまして第9レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番連勝複式251720円、車番連勝単式6番2番11,150円以上でございます。で、射程圏内に入れながら通したんですけど、はい、やはりこの吉村がね、番手から、はいはい、番手出ましたからね、また一瞬離れましたよね。ヘルメットが授与されます。だけどね、この80期80期っていう、なんかこの今年の新人はね、みんな老けてるような顔の人がね結構多い中でね、この吉村君は本当に老眼ですよね、新人らしい人がなんか新人を取ったって。